それではアジアソングフェスティバルバリ96グランプリを発表しましょう。作曲者津島隆、エイジアンドリーム日本代表です。それでは歌っていただきましょう。エイジアンドリーム、石嶺聡子、日本代表です。エイジアンドリームがグランプリを受賞したのは、親しみやすいメロディーと言葉の違いを超えた歌詞が多くの審査員の共感を得たからだ。そして違う言葉使い始めたのでしょう。朝の光は誰にだって溢れてる。火花散らす戦いなら欲しくない。 Truth 優しい人たちを一つになる時が AGバリ島、アジアのアーティストたちとの交流、そして海外でのコンテスト、何もかもが初めての体験でした。緊張で胸が震えていた時、明るい笑顔で勇気づけてくれたり、それぞれの国の言葉や音楽を教えてくれたりしたアジアのアーティストたち。アジアは一つの海でつながっているんだということを実感しました。こんな素晴らしいコンテストに参加できただけでなく、グランプリという賞までいただけたことを大変嬉しく思います。世界の平和を願ったこの曲が皆さんの心の中でいつまでも歌い継がれていくことを祈っています。